こんばんは、じっくんチャンネルへようこそ。今日はですね、久しぶりにジョーアさんより新製品を送っていただきました。送っていただいたのは2点ありまして、1つはですね、こちらのアームレストストレージオーガナイザーというものと、もう1つはこちらのですね、 LED ライトバーというものになります。はい、じゃあとりあえずですね、商品開封してどんなものか見てみたいと思います。まずはこちらのアームレストストレージオーガナイザーの方から開けてみたいと思います。よいしょ、これだけで開くのかな。あ、開きました。はい、こんな感じで入ってましたね。あ、結構重みがあります。で、中はあとはもう何も入ってないです。はい、でこちら取り出しますと、中はゴムになってて、これ二重構造になってるみたいで剥がせますね、これはね。はい、こんな感じで剥がせるので、これだけ取り出してゴミを取ったり洗ったりということができますね。はい、でこちらの用途なんですけど、このですね、センターコンソールの中に入るトレイになるんですけど、ちょっと商品ページで特徴を見てみますと、アームレストオーガナイザーということで、こちらですね、すべてのモデル3とモデル Y に使えるように設計されてます。なのでね、私の2019年式のちょっと古めのモデル3でも問題なく使えるはずです。で、プレミアムハイブリッド素材ということで、この中のシリコンがですね、食品グレードのものを使ってるということで、洗えて防塵にもなって、ここに置いたものの滑りやガタつきを抑える素材になっています。で、さらにですね、この周りが ABS 製でできているので耐久性も抜群ということです。はい、そしてもう一つの方の LED ライトバー、こちらの方も開封していきます。はい、こちらですね。はい、開けます。せーの。あ、まだだった。はい、これで中箱ごと引っ張る形ですね。あ、じゃあこれ開けなくてよかったのかな、もしかして。これはこのまま引っ張って中箱を出しちゃって、でどうなってるんだ、こっちを開く。いや違うな、やっぱりここを開けるのかな。で、こっちから取り出すで正解かな。あ、そうみたいですね。はい、取り出します。はい、ライトバー、こんなものが出てきました。これなんかコンサートで振るための LED バーに使えそうですよね。はい、これが本体。そして付属品の方は、はい、こんな感じのケーブルがついてました。結構ね、しっかりしたこれケーブルですね。太いです。で、説明書かな。で、こちらのケーブルですね、ここが外れて、よいしょ。はい、面白いですね。 USB Type-C とマイクロ USB の両方が使えるようになってます。へー、なかなかね、便利ですね。で、反対側は USB Type-A になってます。こっちも外れそうですね。あ、外れた。なんと反対側も外れて、 USB Type-A を取ると USB Type-C が出てきました。なのでこれ両方取るとですね、 Type-C to Type-C で使えるんですね。へー、これはなかなか便利そう。いろんなものの充電にこれね、対応できますね。はい、こういうケーブルが1個ついてました。で、本体の方を見てみると、おそらくですね、この部分が光る部分で、で、ここになんかスイッチのようなものがあるけど、これスイッチじゃないのかな、なんでしょう。で、ここにもう一つ LED があって、で、反対側に何やら接点のようなものがあります。マグネットかもしれないですね。ちょっとよくわかんないですけど、何やらこの金属の丸が2つついてます。で、この柄の部分はなんとこれ本物の木ですね。手触りがすごく木です。結構ね、贅沢な作りですね。そして木にジョーアさんのロゴが入ってます。彫ってますね、これちゃんと。で、そこの方に、切り替えスイッチと、充電用のマイクロ B のコネクターがついてます。この切り替えスイッチは真ん中がオフで左がオン。はい、オンにしたらライトつきました。そして、右にしたらこれはおそらくセンサーなんですね。はい、消えましたね。で、センサーが感知したら、またこれライトがつくって感じですね。ってことは、これはセンサーですね、おそらく。はい、こんな感じのライトバーという製品です。はい、で、商品ページの方を見てみると、そうですね、スマートセンサーモードという、先ほどのこの切り替えたこちら側のモードですね。これにすると、赤外線センサーで感知して、ついたり消えたりするみたいです。で、これの用途なんですけど、実はこの先ほどのアームレストのトレイとセットで使うようにできてまして、ここのところにライトバーを入れるとですね、こうぴったり入るんですよ。で、この状態でグローブボックスの中にトレイを置いておくと、トレイを開けた時にセンサーでライトが光ってくれるっていう設計になってるんですね。これはね、なかなかおしゃれですよね。これさすがジョーアさんって感じです。はい、じゃあ早速ですね、こちらグローブボックスの中に取り付けていってみたいと思います。はい、じゃあグローブボックス開けてみましょう。
はい、今現在ねちょっとごちゃごちゃしちゃってますんで、これ片付けないとダメかもね。2019年式の場合は最初からですねこういったあの純正のトレイが入ってるので、今この中にねいろいろ小物を入れちゃってます。で一回これ取り外しちゃいますね。でそうすると、今ね私このグローブボックスの中に配線がすごいごちゃごちゃしちゃってるんです。この以前つけたアンビエントライトのね余りの配線とか、もうシガーソケットも分岐しちゃってるから、もうすごいこの辺がねごちゃごちゃしちゃってるんですけど、果たしてねこの状態でこれが入るのかどうかちょっとねやってみたいと思います。でおそらくこれねこのままの形で上から入れようとすると、はい、つっかえちゃうんですよね。なぜならここにシガーソケットがあって、もう今ねシガーソケットにいっぱい物が刺さっちゃってるので、これじゃダメなんですけど、ジョーアさんのこのトレイはですねちゃんとここに切り欠きがあって、しっかりシガーソケットを避けてくれる作りになってるので、一回これねシガーソケット取り外します。はい、取り外しました。でちょっとねこの USB ケーブルも邪魔だから外しちゃいましょう。で普段これでね充電してるんですけど、一回これ外しちゃいます。はい、でこの状態だったら入るんじゃないですかね。はい、こんな感じではまりました。かなりこれギリギリの大きさの設計になってるので、私の場合ですねちょっとねこのアンビエントライト用の配線が横から出ちゃってるので、この分ですね突っかえて少しねここに隙間が空いちゃってますね。本当だったらこれもうちょっと後ろに来るんで、ここのラインにねぴったりここが収まると思うんですけど、ちょっと私の場合この線が噛んじゃって変な風になっちゃってますけど、まあそれでも一応ねなんとか入りました。でこの状態でちゃんとシガソケットも刺さるかどうか確認します。よいしょ。あ、はい、ちゃんとねシガソケット刺さりました。割とね収まりいいですよね。でそして元々あった USB ケーブルをつないでもいいんですけど、はい、こんな感じで今まで通りね充電のケーブルもつなげられますけど、これ本来はこの付属の USB ケーブルを使うことによって、このねライトバーをこの中で充電しておけるっていうことになってます。なのでこれ片方ですねこの付属の USB ケーブルを入れて、そしてこのライトバーをこの付属のケーブルで充電するようにします。はい、こんな感じ でそうすると、そっか、これ充電しっぱなしだとこのライトバーは収まらなくはなっちゃうんですね。なのでよいしょ、充電終わったらこんな形でライトバーをセットしておいて、でバッテリーがなくなったらこの線で充電するっていう感じですね。なるほど。じゃあちょっとこの純正のトレイに置いてたものをですねこっちに移して整理してみたいと思います。はい、こんな感じでちょっと整理してみました。問題なくね今まで入れてたもの全部入りました。まあ、消毒用のアルコールとか、まあ、あとねオフ会用の名札とかですね、まあ、あとはコンビニとかでもらったおしぼりとか入れてますね。そして日差しが眩しい時のサングラスです。はい、じゃあこれでグローブボックス閉めます。はい、問題なく閉まりましたね。でこれ閉めてしばらく経ったら中でですね LED ライトバー消えてるはずですので、じゃあ今度蓋を開けたら LED バーがちゃんとつくかどうか試してみたいと思います。はい、じゃあ開けてみます。せーの、よいしょ。あれついてない。赤外線だから周りが暗くないとこれつかないのかな。じゃあちょっと暗い場所に移動してもう一回試してみたいと思います。はい、じゃあ今ちょっとね暗い場所に移動してきたので、もう一回ねここでグローブボックス開けてみたいと思います。はい、じゃあ開けます。せーの、オープン。お、見てください、ちゃんとつきました。やっぱりこれ暗い場所だったらちゃんとセンサーが働いて LED がつくようになってます。あ、これだとねグローブボックスの中明るくて見やすいですね。なかなかいいですね。で取り外して使えるんで、これね車内のいろんなところを照らせますので使い勝手いいですよね。でまあなんならコンサートに持ってってこうやって応援してもいいと思います。はい、というわけで今回はジョーアさんよりご提供いただきました、こちらのアームレストストレージオーガナイザーと、あとこちらの LED ライトバー2つですねご紹介いたしましたけども、いかがだったでしょうか。こちらの商品ですね動画の説明欄にリンクを貼っておきますので、興味がありましたらぜひチェックしてみてください。またですね今回もジョーアさんより 5% オフのクーポンいただきましたので、そちらもですね動画の説明欄の方に貼っておきます。5% オフになりますので、ぜひですねどんどん活用してください。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンをお願いします。それからチャンネル登録も忘れずにお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。それではまた。